以前、俺はサタンとして人類を神から遠ざける活動をしてきた。今は天使に戻り、人類を神に導く本来の仕事に戻っている。天使の仕事は多岐にわたり、人類をすべて神のもとに返すまで安息の時はない。絶対全霊が誕生したとはいえ、霊界の全霊人数からすればまだ少数。大勢の悪霊を退け神側に導こうにも、堕落した血統に縛られた人間には俺たちの声が届かないことがほとんどだ。そんな人間が悪霊に打ち勝つために用意された、霊的に性別された場所がチョンピョン。ここは善と悪の激戦地。人類を神から遠ざける奴らは皆かよんだ。天中チョンピョン修練園。ここには毎年世界各国から多くの人間が霊の分立のために訪れている。人間の体には恨みの霊たちがぎっしりと入り込んでおり、霊的に働きかけて病気にさせたり、淫乱、血気などに走らせ人生を破滅させようと日々活動している。そういった恨みの霊たちを分離することができるのがここチョンピョン修霊園であり、俺たち天使も一役買っているのだ。以上が今日のスケジュールだ。各自最善を尽くすように。以上解散。あら、天使に戻ってからすごい出世ね。あ？この前までサタンしてて、散々摂理を妨害してたの、誰だったのかな？ふふ、もともとサタンになる前の俺は、ルーシェルと共に神様の創造活動を中心的にしていた一人だったからな。そこいらの天使より優秀ってことさ。そういえば、天使の中でも神様の創造活動を中心的に行ってきたメンバーがルーシェルと一緒にサタンになっていたのよね。天使の中でも中核だったメンバーが暗躍してたんだ。世の中混乱するはずだよな。自慢するなよ。で、こんなところに何の用だ？天使チームの霊分立業務を見学しにね。彼女は俺がサタン時代に利用した元判例。自分を捨てた男の子孫に取り付いていたが、チョンピョンで解怨され、今では見習い絶対前例になっている。俺たち天使が担当するのは先祖解怨ができていない、つまり先祖に絶対前例がいない人間の霊分率だ。せいぜい俺たち天使の働きぶりをよく見ておくんだな。はーい。霊分率特別班整列。うん、
霊人隊の状況は？内圧上昇中。まもなく表層が崩壊し始めます。解説しましょう。霊人隊には反霊が細胞レベルで侵入しており、表層はコンクリートの壁のように固く閉ざされています。霊分率で拍手をするのは、霊的な振動と熱を発生させ、その壁を崩すためなのです。よし、壁に穴が開いたぞ。 A 班、突入位置へ。天使たちは修練生の手を通して開いた穴から内部に侵入。居座っている判例を捕まえて引き出すのです。やめろ。すごい。私もこうやって分立されたんだけど、改めて見ると壮観よね。今でこそ絶対前例の火星で効率よく霊を分立できているが、昔はかなり大変だったらしいぞ。判例が抵抗してついている修練生が暴れ出すのも日常茶飯事。霊を一人分立するのに丸一晩かかったりとか。まさに勝利権の賜物なのね。今でも無条件で霊が分立できるわけじゃなくて、修練生の生活態度で効果がかなり違うんだ。え？というと？普段から生成を積んでいる修練生はその条件が後押しして霊が抜け出しやすくなっているんだが、普段怠けている修練生はなかなか難しい。薬事の時間だけ一生懸命やってもダメってこと？無駄ってわけじゃないけどな。最初の拍手を一生懸命しないと判例の壁に穴が開かないし、成果を歌わないでいても効率は悪くなるしな。成果？俺たちが分立しようとすると判例が取り付いている理由